ニコラス・ビー・ネルソンは、アメリカ合衆国フロリダ州米軍パナマシティ出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2014年の MLB ドラフト31巡目で、サンフランシスコ・ジャイアンツから指名されたが、契約せずにガルフコースとコミュニティ大学へ進学した。2016年の MLB ドラフト4巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。 契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プラスキアンキースでプロデビュー。10試合に先発登板して0勝3敗、防御率3.38、19奪三振を記録した。2017年は A 級チャールストンリバードックスでプレーし、22試合に先発登板して3勝12敗、防御率4.56、110奪三振を記録した。2018年は、 AQ チャールストン、AQ タンパターポンズ、AQ トレントンサンダーでプレーし、三球団合計で二十六試合に登板して8勝六敗、防御率三点五五、百四十四奪三振を記録した。二千十九年は、AQ タンパー、AQ トレントン、トリプル AQ、スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし、三球団合計で十八試合に登板して8勝三敗。 防御率2.81114奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年7月26日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった8月1日のボストンレッドソックス戦では、田中正宏、ルイス・アビランの後を受けて3番手として3回を無失点に抑え、 この試合の最長イニングを投げていたため初、登板初勝利が転がり込んだ。ありがとうございます。